まさにお二人にちょっと質問なんですけども、お二人が弁護士になろうと思ったきっかけを教えてもらえませんかね。じゃあ私からでいいですかね。私はなんか大学の頃とかはなんか結構漠然と、まあ、弁護士っていうのは考えてたんですけれども、やっぱりまあ社会に出るようになって、やっぱり自分の名前とか、まあ、自分の責任で仕事がしたいというのがやっぱり強くあって、で特にまあ弁護士っていうのはまあ社会人になってからもある程度、まあ、スタートっていうのはそこまで、ね、その新卒でなくてもまあ十分スタートできるっていうのがあったので、まあ、とにかくその、まあ、自分の仕事っていうことでも責任持ってやりたいっていう、まあ、それが実現できる仕事っていうことで、まあ、弁護士っていうのを志しました。僕実は2回ぐらい、まあ、転機というか、まあ、あったんですけれども、まあ、1回目のきっかけっていうのは中学校2年生でもまさに中二病みたいな感じなんですけどね、ちょうどその時にオウム真理教の事件がありまして、でそこでその被害者弁護団だったかな、それがなんかこうテレビで放送されてて、あ弁護士って実は悪い人の味方だけじゃなくてこういう正義の仕事もやるんやいう、まあ、そういうのにすごくこう憧れて、まあ、最初はそれで弁護士になろうみたいな、そういうきっかけだったんですけれども、ただ司法試験勉強してるうちに実は裁判官志望途中なりまして、ただそれでももう一回修習、2回目の転機がそこなんですけど、修習行った時に修習担当の先生がすごいかっこよくてですね、でものすごくいろいろと教わって、で一生懸命リクルートもしていただきまして、まあ、それもきっかけで、はい、2回目転機で、はい、弁護士に最終的になることになりました。あ、そうなんですね、はい、なるほど。森先生どうですか。あ、私ですか。私もまあ大学法学部だったんですけど、まあ、別にその時はやっぱり弁護士目指してなくて、まあ、塾講師とか卒業後やってたんですけども、まあ、なんかこう司法試験予備試験ってなんかこうそれが面白そうだなって思って、まあ、それちょっと受けてみたいな、でせっかく合格して、そしたらまあやっぱり弁護士になった方がまあいいんじゃないかなということで、まあ、やっぱきっかけとしては弁護士という職業に憧れるというよりは、なんかこうこの試験受けてみたいなっていう、せっかく法学部卒業したっていうのもあって、まあ、その流れで今弁護士やらせてもらってるっていう感じですね。はい。